aim high, yeah. Don't cry, fly high. My dream, つかみたい。I keep going high, yeah.I like, I like, すしすし、すし、やりました。ついに、やりましたです。ということで、はい、今日はなんと、テレビ東京に、出たことを、みんなにね、これ、本当にね、これ嬉しいことなんで、ご報告をしたくて、今ね、動画を撮ってます。なんと、アイレックスし、地上波、デビューしました。イエーイ。Yes! はい。ということで、なんだろうな、別にこう、テレビに出ることが決まってたわけでも何でもなくて、あれはね、先月ですね、先月の頭だったかな、渋谷でね、待ち合わせをしてたんですよね。そしたらたまたまテレビ東京のね、方のね、まあ、VTR の撮影でね、出まして、で、まあ、本当流れるのかな、どうなのかなって思ってたんですけど、まさかね、まさかですよ。まさか、しっかりね、VTR 上で、I like sushi、まあ、フリースタイル的な感じで結構歌ったんで、それは全部カットされてましたけど、なんと、プロモーションビデオをね、使っていただいてましたね。テレビ東京の。で、番組が、巷の話っていうね、番組で、鶴瓶さんがやってる番組で、で、僕がね、まあ、昨日だったんですけど、放送が。僕が出た回には、スチャダラパーさんの30周年のこのアルバムを出すってことでね、そのゲストにスチャダラパーさんが、出てて、で、まあ、鶴瓶さんが司会をやっててっていう話の、そこの VTR で、なんと、出ちゃいました。ってことで、まずはね、その様子は皆様にね、特別にね、お届けしたいと思いますんで、それでは VTR、どうぞ！僕アルペンスキーをやってて、小さい、そうですね、15歳から22歳からの頃まで、ジュニアの日本代表に3年間ぐらい入ってて、そのとちゃんとした日本代表にも上がってなってて、だからアジア大会も入賞したりとか、国体も一応優勝したとかあるんですけど。でもその若い時にその父亡くして、その時にその精神的にすごいダメになった時期があって、その時にそのヒップホップ、トゥーパックとかの音楽をすごい聴いてて、なんか精神的にすごい僕は救われたんで、じゃあ次はラッパーとなって、そういろんな人たちに生きるエネルギーとかパワーとかそういうもの伝えられたらいいなって、ね、今はやってますから、はい、自分が今表現したいものをとにかく表現しようっていう、そこにフォーカスしてますね。冬には旬のかぶり、マルタのようなカンプリ、マルタのようなカンプリ、寿司と寿司の合間に何を食べて、そうけほぼそのヒゲって言って、ほぼずにヒゲ、これ6文字だけで1曲を構成したんですよ。6文字だけで、そうっす、坊主にヒゲ、坊主にヒゲ、ヒゲ、坊主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 、ヒゲ、そういうことなんですね。みんな最初はみんな坊主、坊主、ヒゲ、何あのリリック、バカじゃねえなみたいになるんですけど、でも今こう叫び続けたら、あ、ありがとうございます。 I like sushi、 すごい、すごい、じゃあいただき、あ、本当に優しいですね。 I like sushi を歌ってから頻繁に寿司をもらう。なんかね、ランボルギーニ乗ってたりするんだよ。ランボルギーニとコラボしたりとかして。そう、いや、真面目やったよね、ずっと。体中入れないでしょ。どないすんねんの、サウナ行かれんじゃん。本当になんか同じ口調のやつをずっと何やらもう、ね、有名なのに薬ブーツをやめろって有名なの、薬ブーツをやめろ、薬ブーツをやめろ、薬ブーツ。はい、いかがだったでしょうか。見ました皆さん。で、なんかこうびっくりすることに、なんかそのVTR でも、まあ、喋りだけじゃなくて、その、まあ、僕のその、なんだろう、好きするっていう動画だったりとか、あとは、そうだな、まあ、写真を使っていただいたりとか、あとは、I like sushi だけじゃなくて、坊主にヒゲのプロモーションビデオもね、紹介していただいてて、で、あとね、まあ、あれを見て、俺がこう思ったのが、
まあ、鶴瓶さん最初面白かったっすよね。あの、鶴瓶さんのコメント見てると、あんな車に声かけに行くんじゃないよ、みたいな、最初言ってて。で、まあ、最後の方には、まあ、あの、いいやつ、結構いいやつじゃん、的な、真面目な人じゃん、みたいな感じで、こう、なんだろう、言ってることが、変わってて、なんか、そこがまた面白かったっすよね。で、最後は、最終的に、薬物はやめろ、みたいなことを鶴瓶さんが言っていただいてて、なんかすげえ嬉しかったですね。あとは、スチャダの、坊主さんが、VTR 終わった後に、あ、知ってるみたいな感じで、彼は、まあ、薬ブーツはやめろなんですけど、薬ブーツをやめろ、これ彼は歌ってて、みたいなことを言ってくれてて、なんか結構なんかショーのことを知っていただいてるんだなって思って、まあ、本当にね、まあ、スチャダラッパーさんはね、日本のレジェンド、だと思いますんで、知っててもらえて嬉しかったですね。はい。まあ、僕とはね、全くまたそのジャンルっていうかそのスタイル的なものは違うかなと思うんですけど、やっぱ日本のね、ああいう、本当にこう、なんだろう、レジェンド的なね、こうラッパーにああいう風にこう、知ってて、認知されてるのは、すごくね、僕としては嬉しかったですね。本当にありがとうございます。はい。ということで、アイレックス氏は、今後もね、もう本当にね、ここ日本から、もう全世界にね、ジャーッと、もうコロナウイルスなんか負けないです。ジャーッともうね、コロナウイルスをね、もうぶっ飛ばす勢いで拡散していきますんで、皆様、ぶっ飛ばしてみましょう。アイレックス氏で、コロナウイルスも。ということで、はい、次回のね、ショーの YouTube も、みなしくんけ、ドンミッシー。くれぐれも、ステイホーム、ステイストロングということで、次回も会いましょう。バイバイ。寿司 冬には旬の寒ブリ、丸太のような寒ブリ、寿司と寿司の合間にガリを食べてソーケ、ネタにわさびシャリ、サーモン食べたらガリ、締めさば